黒田高生は、筑前東ず連治藩の初代藩主。慶長17年、福岡城にて、父、福岡藩初代藩主、黒田長政と、母、坂江姫との間に4、男として生まれる。黒田家には通字で、高と読む字に、高と高氏の2種類があるため、別表記で流星とされることもある。高の字は、祖父の吉高よに知事を取ったものと思われ、同じく通称として、 黒田寛兵衛を名乗った。元那九年、父の死去による遺言で、兄忠行より四万国を与えられて、東連次藩王立藩士、初代藩主となった。東一の神、薩摩守に助任される。官永十四年、島原の乱に参陣して、武功を挙げたが、官永十六年十一月十三日、桜田の江戸藩邸にて二十八歳で死去した。死死がなく、兄、 忠だの次男の価値が後を継いだ。農型山部に、安ず蓮次藩主母大寺、臨在州雲心寺を、建立会期、海山には帰依していた、大徳寺の高月草岩を迎えた。高世へは、草岩と大変親しく、複数の書状が各所に残る。京都大徳寺両校院には、草岩のために世を建立した。所要の家中及び父、長政うしの株と、 一の谷形兜が東京国立博物館に所蔵されている。黒伊藤戸指導丸具足。ありがとうございます。